はい、どうも皆様こんにちは、トーマツでございます。帰ってきた名探偵ピカチュウパート3やっていきたいと思います。どうも名探偵トーマツです。ティムかっこいいよな、この高身長と赤パーカー。こんな赤パーカーが似合うのはティムだけ。よし、やっていこう。ホリデーを追いかけようってことで、宝石盗難事件が発生したんだよね。こっちかな。うお、なんかハリケ山がでけえな。盗難事件が発生したので、ホリデー警部っていう警部さんのところに行かなきゃいけないんだけど、あー、いた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 、ティム君。あー、追いつかれてしまったね。こっちだティム君。事件現場のデニス邸はこの先だよ。デニス邸っていうところに行くんだね。デニスさんな、お金持ちかな、邸ってことは。ちょっと重いなこの辺。人がいっぱいいるから重いんだな。処理落ちしてるわ。そしたらこっちか、デニス邸 A ボタン。あ、これでマップ移動だね。さあ、右側か。おお、だいぶ立派なお屋敷。あ、ライボルトいる。これはこれは、名探偵のお出ましか。あ、知り合いなの。ブラッド・マクマスター。あ、警部補。白鳥警部的なポジションかな。ライボルト、正義と規律。キャリア組のエリート警部って感じか。お久しぶりです、ブラッドさん。ブラッドさんも来ていたんですね。それはこっちのセリフだよ。また探偵が首を突っ込んでくるとは。うわー、探偵嫌いのパターンだ。じゃあ俺もう行かないからな。コーヒー飲んでくるからな。こっちのコーヒーブレイクの前だったんだぞ。デニス邸の依頼でなければ、お帰りいただいているところだよ。うわ、嫌なやつ。相変わらず感じの悪いやつだな。昔俺たちに出し抜かれたことをまだ根に持ってやがるのか？ライボ。なんだ、その鳴き声。勝手な真似はするな、だと。まったく、お前たちはお似合いコンビだな。そこまでにしたまえ、ブラッド君。今から一緒に捜査をするんだ。ここが事件現場なんですね。ああ、宝石商、サンジーユ・デニスの屋敷だ。すごいなんか、あれなんだね。お金持ちっていうよりかは宝石商の、あれでお金持ちで宝石がいっぱいあったってことだね。デニス氏はライムシティ有数の資産家。一般市民の君には本来縁のない人物だ。一言余計なんだよお前。ビンタしてやろうか。せいぜい失礼のないように、そして警察の邪魔をしないようにな。お前らこそな。なんか言わないと気が済まないのかこいつは。じゃあティム君、中に入ってくれ。お、消えた宝石。第一章かな。ほうじゃん。あれ欲しい。あの絵が事件解決して譲ってくれないかな。ん？あれかな？デニス氏。なるほど。では、ティム君。デニスさんは右の部屋で待っているよ。わかりました、ホリデー警部。ほう、右の部屋で待ってるって言われたら左から行きたいよな。花瓶が、綺麗だな。警察。今この部屋では、ブラッド警部補がバーンズ氏の事情聴取を行って、バーンズ氏って誰だ？ブラッドさんと一緒に聞くことは、できませんよね。名探偵のティムさんでもそれはできません。これは警察の仕事ですから。あ、警官下っ端どもはちゃんと、下っ端どもって口悪かったけど、ちゃんと俺らのこと認めてくれてるんだね、ライボルト。なあ、聞きたいことがあるんだが、ちょっといいか、ライボ。職務中は無駄話をするつもりはないだ。やれやれ、随分な堅物なんだな。まだブラッドのライボルトの方が話しやすいぜ。あ、これブラッドのライボルトじゃねえんだ。あ、こいつのライバルとか。ややこしいな。これは調べれる？金色の、焦点でいいのかな？赤月だから。描かれているのは、伝説に登場するポケモン、ホウオウだな。虹色に光り輝く羽で、永遠の幸せをもたらすそうだ。すんごい、ちゃんとホウオウだね。虹色か。この絵も綺麗だけど、本物はもっと綺麗なんだろうね。なかなかお目にかかれないよな。よし、じゃあ右行こうか。ちょっとあれさ、ピカチュウと話せる？名探偵の心得、その9。嘘の証言をする人間は視線が右上に上がることが多いぞ。あ、そうなんだ。あくまでも俺個人の感想だけどな。おお、データじゃねえ、エビデンスねえのかよ。まあでもなんか探偵のあれ、技みたいな、ノウハウみたいな感じだよね。ルギアじゃん。銀色のという絵だって。海の神と呼ばれるポケモン、ルギアだな。深い海の底に住んでるって噂だが、
姿を見たやつはいないらしい。海の底か。普通に暮らしてたら会うのは難しそうだね。そうだね、もうスキューバダイビングでもしないと。じゃあ入ってみようか、ようやく。おお、あ、ガーディーだ。あ、なんかルンバみたいなのある。おお、ティム君、待っていたよ。あ、知り合いか。知り合いなんだ。サンジーユ・デニス、宝石商。だいぶ恰幅のいいおっちゃんだね。ガーディー、なんか元気ないね。デニス邸の見張り番。私は宝石商のサンジーユ・デニス。こっちはパートナーのガーディーだ。ガウ？元気ない。あ、知り合いじゃなかったんだ。初対面か。探偵のティム・グッドマンと、相棒のピカチュウです。早速ですが、事件について話を聞かせてもらえますか？事件について。そんな。私の留守中に、大切な宝石が盗まれてしまったんだ。オーロラの雫といって、とても珍しい宝石ってね。君たちは手にできないような代物だよ。一言余計なデニスさん。オーロラの雫。オーロラの雫。なんとも神秘的な名前だな。カタカナで書くな。犯人は、留守を任せていた使用人に怪我を負わせて宝石を盗んでいった。ほう。ああ、証言だ。証言はオレンジ色で出るんだね。幸い、使用人の怪我は軽傷で済んだが。何か気になる点でも、あれだよな、強盗及び、傷害罪みたいな感じだよな。実は、私が信頼する羊が、容疑者として疑われてしまっているんだ。ああ、なるほど。信頼する羊が疑われている？まず奪われた宝石について教えていただけますか？これだよ。うおー、綺麗だ。アメジストっぽい。普通の宝石は、美しい石を削って加工したものなんだが、オーロラの雫は最初からこの形だったと言われているんだ。ほー、天然でこの形なんだ。めちゃめちゃ価値高そう。なんだか光り方がオーロラみたいですね。それがオーロラの雫と呼ばれるゆえんだよ。オーロラの雫の名は、古い文献にあるだけで、その存在は疑われていてね。我々宝石商の間でも長いこと伝説の宝石と呼ばれていたんだ。おー、なるほど。そんなに珍しい宝石なのか。そりゃ狙われても不思議じゃないな。とても貴重な石ですが、どこかに飾っていたのですか？宝石保管庫に、保管室にある専用の強化ケースに入れて厳重に保管していたんだ。あ、じゃあ盗むのめちゃめちゃ難しそうだね。解凍キットかな。宝石、保管室と強化ケース、それに鍵もついていたんだが、そこまでしていたのに奪われてしまったんですね。信頼する羊。先ほど信頼する羊が容疑者にとお話しされていましたが、警察は我が家の羊であるバーンズを犯人だと疑っている。あ、さっきなんかなんだっけ、ブラッドさんが聞き込みに行ったやつだね。なぜ警察が？それは宝石保管室の鍵を、宝石保管室ってめっちゃ言いづらいんだけど鍵を使えるのが私とバーンズだけだからだ。宝石保管室の鍵を使えるのはお二人だけなんですか？鍵はいつもガーディの首にかけてるんだ。あ、じゃあなんか誰でも使えそうじゃね。私とバーンズ以外の人間が鍵を取ろうとするとガーディが吠える。私のガーディは忠実なポケモンだ。他人に鍵を渡すはずがない。あー、なるほどね。じゃあなんか泥棒が盗んだりしたらガーディが吠えるってことだね。クセすごめなガーディ。今はガーディの首には鍵がついていないようですね。あ、ガーディが元気ない理由ってもしかして俺のせいでと落ち込んでんのかな。いいやつだな。警察はバーンズが持ち出したと考えているんだ。確かに犯人がバーンズならば、それで辻褄を合うな。デニスさん、バーンズさんからお話を伺いたいのですが。今は警察の取り調べを受けているよ。デニスさんは、バーンズさんが犯人のはずはないと。バーンズとは、幼い頃からの付き合いだ。長年この家に仕えてきた立派な羊でね。盗みをするような人間でもないことはよくわかっている。やっぱ信頼関係って大事なんだな。こういう時にかばってもらえるんだ。ましてや、人に怪我を負わせるなんてあるはずがない。あ、そっかそっか、使用人も怪我させてるんだ。それはなかなか信じられないよね。バーンズさんでない、別の誰かが犯人だとそうおっしゃるのですね。そうだ。真犯人は別にいる。バーンズの無実を証明してもらいたい。任せ、そういうの得意よ。ふむ、羊の疑いを晴らしたい。それが俺たちを呼んだ理由か。後でバーンズさんから話を聞いてみよう。あ、これで終わりか。オーロラの、
オーロラの雫を見つけ出すこと、そしてバーンズさんの容疑を晴らすこと、これが僕たちの、の依頼ですね。ちょっとカミカミになってきた。お願いできるだろうか。君たちだけが頼りなんだ。僕たちの仕事は事件を調べて真相を明らかにしていくことです。バーンズさんが無実、本当に無実かどうかも調べてみないことには分かりません。警察だって何の理由もなく人を疑ったりしないからな。まあまあでも疑うのが仕事だからしょうがないような、警察は。ですがやれるだけのことはやります。それでよければお引き受けできます。それで十分だよ。ありがとうティム君。わかりました。では早速現場を調べることにします。ああ、宝石保管室は2階だ。よろしく頼むよ。ほう、なるほど。ちょっと待ってくれティム。実は、今回の事件から試してみたいものがあるんだ。なんだ？試すって何を？探偵ジャーナル、一押しのこの推理ノートだ。探偵ジャーナルって何？雑誌かな？探偵ジャーナルって、ピカチュウが定期購読している探偵のためのサブスクなんだ、探偵ジャーナル。どこに需要があるんだ？ああ、そうだ。探偵が事件を推理するときの効率的なノートの集め方を突き詰めて、それを形にしたのがこの推理ノートってわけだ。ノート術的な感じなのか。へえ、面白そうだね。どうやって使うの？今から説明する。まずノートを開いてみろ。X ボタンを押す。はい。おー、なるほど。宝石盗難の手口は。あー、これさっき言ったところだね。まず、事件を調査する中で浮かんだ謎をノートに書く。そっから？うん。おー、調査で進めた証言や証拠は、その下のページにまとめるんだ。そういうことか。タッチするのね。デニーさんが大切にしているオーロラの雫とオーロラに盗まれた鍵があるね。証言や証拠をある程度集めると、ここに推理を始めるが出てくる。これを押すと推理を始めることができるんだ。まだ鍵がかかってるから足りないってことかな。今はまだ証言や証拠が少ない。集めれば推理を始められるぞ。おー、なるほど。じゃあいっぱい集めなきゃいけないんだ、まずは。あとは実際に使って試してみた方がいいだろう。習うより慣れろってやつだね。さてティム、今俺たちがやらなきゃいけないことはなんだ？証言証拠集め。宝石がどうやって盗まれたのか、証言や証拠を集めることだね。そのためにはまず事件現場を調べないといけない。ああ、その通りだ。宝石保管室を調べに行くぞ。すんごいピカチュウの顔今。ハンニバルのカニバリズムの顔してた。ホリデーさんに話聞けたりするかな。デニスさんから話は聞けたようだね。デニスさんは執事のバーンズさんに容疑がかけられていることに納得がいかないんだ。そうみたいですね。立場上、すべての捜査情報を伝えるわけにもいかない。だが協力できることがあったら何でも言ってくれ。ありがとうございます。そっか、なんかおー、いろいろ聞ける。探偵と警察ってなんかあんまりそのズブズブになりすぎちゃいけないんだよね。事件当時の状況。事件当時、屋敷はどういう状況だったんでしょうか。それに関しては私たちもまだ調査中でね。ティム君自身が関係者から話を聞いた方が正確な情報が集まるはずだよ。ホリデーの言う通り、自分たちで地道に情報を集めるとしよう。バーンズさんについて、警察はバーンズさんが疑わしいと考えているようですね。状況証拠を見ると彼が犯人である可能性が高いからね。まあそっか、鍵、屋敷の当主がそんな宝石が盗まれたなんて騒ぐはずないから執事になっちゃうのか。歯切れが悪いな。何か気になることでもあるんですか。ああ、実はバーンズさんには宝石を盗む動機らしいものがないんだ。確かにデニスさんに恨みがあるようにも見えないし、風に困ってる様子もない。とはいえ今後の調べで動機がわかるかもしれない。あ、現段階で分かってないってことね。もしかしたらもう積年の恨みがとんでもない恨みがあるかもしれない。確実なことはまだ何も言えないな。そうですか。じゃあオーロラの雫について。オーロラの雫はかなり貴重な宝石らしいですね。オーロラの雫は宝石好きの間ではとても有名な宝石だそうだよ。有名な宝石ということは手に入れたい人はたくさんいるはず。外部犯の可能性はないんですか。断言はできないが、現場の状況を考えるとその可能性は低いな。じゃあなんか誰かいたんじゃない、外部犯ってよりかは。お客さんとかさ。じゃあ2階行けばいいのか。とりあえず2階に行きましょう。なんだか無性に踊りたくなってきた。どうだティム、俺のダンス。おお、これが2階。おー、なんかまた女性警察官かな。女性じゃないか。こちらの部屋は現在警察が調査中です。あ、どこって言ったっけ、ここ宝石保管室。忘れちゃった。あー、この壺欲しい。あ、なんか全部高そう、家具が。右側かな。なんか、あ、エルフーンの綿毛っぽいものがいっぱいある。エルフーンじゃねえの、盗んでったの。こちらの部屋が宝石保管室となります。現場は事件当時のままです。おー、ちゃんと保管してるんだ。警部から聞いております。どうぞお入りください。おお、はい、ありがとうございます。すげえ話が早い。あ、エルフーンの綿毛だねこれ絶対。でもこんなエルフーンは荒らす必要ない。いたずらかな、ただの。なんやろう、鍵穴は壊れてない。ふん、
ふむ。どうしたの、ピカチュウ。ドアを調べてみたが、こじ開けられた痕跡はないな。犯人は鍵を使って出入りしたと考えて間違いなさそうだね。デニスの話ではオーロラの雫はここにあったそうだ。調べてみよう。鍵を使ってはないと。おいおい、鍵を使って、なんつったっけ今。あれ、なんつったっけ。これログ取ってみるんだっけ。ログ。これだ。鍵を使って出入りしたと考えて間違いなさそう。もうこじ開けられた痕跡はない。なるほど。まず、この辺調べてみようか。綺麗な宝石だね。これは盗まれてない宝石か。この透明度、この輝き、まさにブリリアントな一級品だな。ブリリアント。なんか宝箱がある。なんだこれ。間違えた。じゃあ、これ絶対エルフーンの綿毛がなんか、調査を始める。違う。エルフーンの綿毛。まず綿毛だろ。緑色の宝石。お、ま、綿毛だろ、まず。森の中にいるような穏やかな緑が落ち着くぜ。この辺は普通に残ってる宝石だから意味ないのかな。海の底。赤い宝石。煮えたぎったマグマのような鮮やかな赤が眩しいぜ。この辺も調べればしないか。じゃあ現場検証始めましょう。この辺りは特に荒らされてるみたいだ。早速調べてみよう。手がかりがあるかも。よし、見落とせないよ、ティム。お、始まった。さて、どこから調べるか。まず、あ、ここにあったのか、宝石が。オーロラの雫が。ないね。この宝石ケースだけ壊されている。きっとここにオーロラの雫が置かれていたんだろう。この断面、刃物でスパッと切ったみたいだ。そんなガラスを？強化ガラスだよ。宝石ケースがこんな風になるとは。じゃ、相当強いポケモン、ストライクとかが切ったのかな、スパーンって。てか、他の宝石が荒らされてないってことは、強盗目的じゃなさそうだね。今のなんかすんげえ探偵っぽくない？今のコメント。羽？青い、ポケモンの羽だね。ここに入ってきたのかな？屋敷にいるポケモンのものだろうか。後で調べてみよう。青い羽、アーマーがもう青くないもんね。青ガラスとかかな？調べる。お、なんか。おーい、ティム。どうだ？似合ってるだろう？変装は探偵の基本だからな。ああ、はいはい。遊んでないで調べてよ。おい、かかと落としな、ティム。飛び膝蹴り狂わせてやれ。まだまだ修行が足りないようだな。どういう原理でくっついてんの？かわいいな、でも。寺かわゆす。今のは普通におちゃらけただけか。綿が落ちているな。ふわふわで柔らかそうな綿だ。これ絶対エルフンだよね。最初に出てきたもんね、エルフン。この綿、一体何なんだろう。エルフンだって。調べる。強化ガラスの、あれか、切れ端というか、一部か。この形は、ケースの上半分が切られたのか？多分そうだね。断面がすごく綺麗だ。なんか、チェーンソーみたいなやつでバキバキバキっていったわけじゃないんだろ、本当に。よほど鋭い刃物で切ったのか？人間技とは思えないな。絶対ポケモンじゃん。こんなもんか？他調べれるところ。ピカチュウ。おい、ティム。俺の可愛い尻尾をジロジロ見てないで。怪しい場所をちゃんと調べてくれ。お前がケツ向けてるからだろ。可愛いな、このおっさんの声なのに可愛いって。まあ、山ちゃんの声ってのもあるのか。台座は床にしっかりと固定されている。ああ、台座を移動させたりするのは不可能だろうな。あとは？あ、鍵か。鍵穴。宝石ケースの鍵はかかったままになっている。おー、なるほど。だから鍵を奪ったんじゃないんだろう。デニスの言っていた通り、宝石ケースにも鍵がついている。ケースの鍵は保管室のドアの鍵とは別のものだな。ケースの鍵は誰が持っているんだろう。ケースの鍵を誰か持っているところを調べる、まず。オッケー。聞き込みと同時にね。ちょっとこの青いカラスじゃねえ。青い鳥ポケモンの羽みたいなのはちょっと覚えとかなきゃいけないかな。よし、推理しようぜ。あ、なるほど。探偵ノートをどうやって開くんだっけ。推理しようぜ。X。お、いっぱい増えた。あ、推理始めれるじゃん、もう。犯人がどうやって宝石を盗んだか、見えてきたんじゃないか？それじゃあ、推理ノートにある、推理を始めるを選んでくれ。OK。推理を始める。よし。
いくつかの推測が成り立つな。正しいのはどれだと思う？正しい、宝石ケースを切断して盗んだ。犯人は何らかの方法で、宝石ケースを切断し、あ、これじゃない、多分一番左だと思うな。実はまだ盗んでいない。何？そんなこともワンチャンある。右は？鍵は、あ、これは一番ないね。鍵はない。まあ、推測だからな。これで行ってみよう。よし。おお、グッド。現場の状況から、状況から犯人は宝石ケースを切断しているね。そして、宝石ケースからオーロラの雫を持ち去った。そうだな。その証拠に宝石ケースの鍵はかけられたままだった。どうやってケースを切ったのかについてはもっと調べてみないといけないけど、オーロラの雫を持ち出した手段についてはこれで分かったね。ああ、一歩前進だ。なるほど、こうやって推理していくんだね。宝石ケースを切断して持ち出したようだ。スタンプだ。よし。あ、右上にチェックマークがついた。推理ノートの使い方もう分かったな。うん、証拠を手に入れたら推理してみるよ。推理はいつでも行える。気になった時に推理を始めてくれ。なるほどね。じゃあもうなんか、俺これで分かったわってなったら、もう推理始めちゃっていいんだ。現場を調べた結果、犯行手口が分かったね。ああ、犯人は宝石ケースを切断して持ち出したということで間違いない。だが、そうなるとおかしなところが一つだけあるよな。誰が切ったかってこと？ああ、よく考えてみろ、ティム。犯行現場でおかしなところはなかったが、綿毛か、エルフンの綿毛。ん？なんだ？なんだこれ？どれだ？宝石保管室に鍵をかけては、ん？あれ？あれ？鍵かけてたんだっけ？部屋に宝石置いてない。どれだ？でも部屋に宝石が置いてあることはおかしいっちゃおかしいよな。強盗だったらおかしいもんな。おいおい。ああ。ドアは切っていないのに。あ、確かに。そういうことか。今、ごめん、めちゃめちゃぼーっとしてたわ。宝石保管室のドアは鍵を使って開けられていたけど、宝石ケースは鍵がかけられたまま切られていたよね。そうだな。犯人は片方の鍵、つまり宝石保管室の鍵は持っていたが、宝石ケースの鍵は持っていなかったことになる。ああ、そういうことか。ごめん、何も分かってなかったわ。デニスさんの話では、宝石保管室に入れるのは、バーンズさんとデニスさんの2人だね。ってことは、バーンズさんが、本当に盗んだとしたら、鍵開ければいいだけの話だから、なんで切ったのってことになるのか。だから、バーンズさんが疑わしいという警察の見た目もわかるけど、バーンズ本人から、本人の話が聞ければいいか、今は取り調べ中って話だからな。この宝石ケースの鍵についてデニスさんに聞いてみる必要があるね。ああ、ここの調査が終わったらデニスに聞いてみよう。おお、来た来た、早っ。あっちから来てくれた。ティム君、調査の方はどうかね。デニスさん、すまない、いても立ってもいられなくなってな。何か分かったかね。やはり犯人は宝石保管室の鍵を使って侵入したようです。そして宝石ケースを切断してオーロラの雫を持ち去ったと考えられます。そうか、やはりこの部屋に鍵を使えるバーンズの疑いは晴れそうにないな。デニスさん、一つ教えてください。この部屋の宝石ケースの鍵はどなたが管理されていますか？ここにあるよ。宝石ケースの鍵は私がいつも持ち歩いている。バーンズと長い付き合いだが、鍵を任せるわけにはいかないからね。ああ、持ってないんだバーンズ。証言はメモしました。バーンズは宝石保管ケースの鍵は持っていない。あくまで私の責任だ。なるほど。宝石保管室の鍵はデニスとバーンズの2人が使えて、宝石ケースの鍵はデニスさんだけが使える。ああ、じゃあバーンズの疑い晴れてねえな。デニスさん、貴重な情報感謝します。そうかね、調査の邪魔かと思ったが、役に立てたのならよかったよ。オーロラの雫はこのライムシティの復興のシンボルに、シンボル？それじゃあティム君、よろしく頼むよ。なるほど。復興のシンボル？後でデニスに聞いてみようぜ。なるほど。じゃあ新しい謎か、これは。バーンズさんは犯人なのだろうか。屋敷の中で聞き込みをする。なるほどね。犯人はケースを切断して宝石を盗んだが、この部屋には鍵を使って侵入した。部屋の鍵を使えるのはデニスとバーンズ。警察がバーンズを疑うのも無理はない。逆に考えれば、鍵を使われなければ疑われなかったってことだね。誰かがバーンズに罪を着せようとしてる？自分が疑われる可能性があるのに、そんなことをするのかな？
そこまで考えなかったって可能性もあるぞ。確かに。ただただバーンズがトンチンカンだったっていう。いずれにせよ、現場の状況だけでは何とも言えない。バーンズさんや屋敷の人に詳しく話を聞いてみようか。人だけじゃなく、ポケモンにもな。ポケモンの通訳は俺がする。頼りにしてるよ、ピカチュウ。よし、そうと決まれば、早速聞き込みを開始しよう。セリを始める。早い早い早い、無理。まだまだ無理。なるほどね。じゃあ、バーンズの疑いをまず晴らすところから、次回を始めるってことにしようかな。ちょっと今回長かったかもしれないけど、今回で終わりたいと思います。最後にピカチュウに挨拶してもらおうか。おい、ティム。何遠慮してるんだ？どんどん俺に話しかけてこいよ。せっかくそばにいるんだからよ。なんだ、ただのかまってちゃんか。